第2番目のですね講師ということで、素敵なですね衣装で来ていただいたこの方でございます。坪月中理楽屋の花澤さん、今日はですね立っての願いでですね普段動画で見せてるコスで登場してほしいとですね、予防しましてぜひやりますということですね心よく快諾いただきまして、今日は誰でしたっけ。東方プロジェクトのエミリア・スカーレットです。はいはい、ということでですねこのライティングアス東京にしっくりくるですねご出演登場していただいた花澤さんなんですけども、あの私のスクリーンに来られた方でもですね花澤さんと今度やるのって言ったら、そうそう私行ってみたいんですよってね、結構女性のファンがすごく多いなという印象もありますし、あのね本当私も動画見させていただいた時はですね本当衝撃を受けるぐらいのですねあの動画でしたけども、ついつい引き込まれてしまう花澤ワールドをぜひですね今日はライブで感じていただけると思います。では、始めていただきましょうか。坪月中理楽屋代表の花澤聖子さん、よろしくお願いします。拍手お願いします。今日は初めましての方とか、もうなんだかお会いしてる方もいる形なんですけれども、ありがとうございます。でありがとうございます。かわいい。ちょっとなんかプロフィールとかも考えてきてたんで、ちょこっと言っとくと、まあ、私こんななので子供時代から、ね、すごく浮いちゃうんですよね浮いてたんですね友達ができなくてですね、なかなか彼氏とかもできなくてですね、もうすごい暗い青春時代をなんか一人水木しげるとかですね、一人筋肉少女隊とかですねなんかケラさんだとかガロだとか、まあ、いろいろこうわーってなるものが他の子がわーってならないっていう世界にわーってなってたんですけど、ね、まあ、ちょっとなんかだからなんか油だこのライブに行くとか、なんか誰もわからないところに一人でもそもそも出かけて行って変なおじいちゃんに つけられたりとかしてたんですけどそういう青春時代を送ってきてですね、なんかもうなかなか幸せを感じなかったんですけれども、20歳ぐらいになってやっと彼氏ができまして、その彼氏っていうのも今動画でカメラマンとかやってくれる2人もしてる、今レイプゾンビとか撮ってる遠松直行っていう男なんですけれども、まあその出会った当時で34歳でですね、私20歳だったんですけど、なんかそんなんでなんかこうそれなって、なかなかこんなんで仕事もですね、私はなんか遅刻するとかですね、ああ失敗したみたいなことが多くてですね、クビになったりしてですね、なかなかいい仕事がなかったんですけど、君みたいな人はキャバクラでいいんじゃないのって言って、あキャバクラなんだなと思ってキャバクラに行ったら なんとかちょっと居場所もできまして、キャバクラでしばらく働いてたんですよね。でキャバクラでしばらく働いてたんですけど、キャバクラは若くないとやはりだんだんなんだよ25なんていらねえよとか言われるっていう話になってくるので、25ぐらいの時にセラピストになろうみたいな感じで、当時リラックスっていうチェーン店の方にですねスタッフで入りまして、でもこんななり ちっちゃいんです、まあ、でもそんなにちっちゃくないか、まあ、155ぐらいなんですけど、まあ、細いんですよね自分は。痩せてるもんで、まあ、痩せてて、まあ、割と男性が多い職場だったんでベッドが高くてですね、全然こう乗れないんですよ。足りない、入ってないってずっと言われてですね、もう泣きながらですね、もう言われてもできないよとか言って、指も痛いよとか思って、他の子がねどんどん次は首だとか、はい卒業だとか言ってる時にですね、なかなかねお前はまだもうできないな、できてないなみたいな感じで、やった足が終わった、やっと腰が終わったみたいな感じで、ちょっとずつステップを踏んでですね、人の倍ぐらい時間かけて入って、でもなんか結構気が利かないもんで、上の人間からお前ちゃんとできてんのかって心配の電話が入るぐらい、スタッフになるのにも一苦労した感じだったんですけど、できるようになってきたらですね、なんかこう結構指がズブズブ入るんで、結構こう凝りのきつい、それこそ下川さんと同じ感じですかね、ガチガチの人がなんか気持ちいいわねっていう風に喜んでくれて、指名とか取れるようになって、でだから最初は指私も痛かったんですけど、まあ
こはちょっと臨機応変というか肘使ったりとかですね、拳でやってみたりとかですね、踏んづけてみたりとかですね、いろいろ体を使ってなんとなくこう指名も増えて、仕事がまあ回るようになって、まあ、でも本当に過酷なんですよね。一日すごい働き詰めに なるし、終わったらなんかよしみんなで飲もうぜみたいな、行きたくもないところに連れて行かれるみたいなことになり、しかもなんかそんなで飲まされて気持ち悪いですとかなって帰って次の日遅刻するとバカって怒られるっていう感じで、もうなんか やだなこの仕事と思ってね、なんかもう毎日うとうとしながら仕事してたんですけど、まあ、なんかある程度お客さんもついたし、もうなんか早く自分でやりたいなって思って、まあ、もう働いたのは 2年も働いたかなかったですね。スタッフやってたのは2年足らずで、店は開いたら客が来ると勝手に思ってですね、始めてみたんですけど誰も来なくてですね、わ誰も来てないっていうどうしようってなってですね、これも またなんか必死こいてなんかポスティングしたりとかですね、なんかもうとにかくお金がないんで、まあ、またキャブからもちょっと戻ってすいませんやらせてくださいとかって夜働いたりとかですね、まあ、そういうことをしながらなんかもう貯金切り崩し生活でですね、もう困っちゃったなと思って やってたんですけど、まあ、だんだんお客さんが、まあ、だんだん安定 2,3 年して入るようになりまして、まあ、じゃあちょっともうその時もだからですよ、もう28とかになりますよね。なもんで親戚のおばちゃんがですね、もう子供産むなら30までにしないともうきついわよとか言われて、じゃあもう子供もそうだった欲しかったんだみたいな感じでですね、もうその友達っていう男は全然お金がなんかもう不安定なもんでですね、でもしかも女癖も悪いもんでですねこいつはもうちょっとこいつと付き合ってるからこいつ以外に子種はないけども、まあちょっとまあ、あまり結婚なんかしてもいいことないだろうなと思って、まあ、独身で産もうということで未婚の母になりまして、でまたこう妊娠が後期になってきたりとか生まれたとかなるとですね、もう子供はどこに預けていいのとか、なんかもうお客さんにも、もうそんな小さい子いる子じゃ大変でしょうみたいな感じでまた客足が遠のいてしまったりして、あまたお金がないみたいな感じで、もうチャットレディとかね、いろいろやりながら なんとかこう生計を立ててまた貯金切り崩し生活になりみたいな感じの時に、まあ1年ぐらい経ってちょっと落ち着いてきたし、なんか電話の問い合わせでですね、あのコースってどういう内容なのみたいな、腕つぼって何みたいな、そういうこういろいろ自分が今出してるメニューのがいまいち文章だとか写真だけじゃ伝わってないっていうことで、じゃあ動画撮ろうっつって動画撮ったら、まあ、割となんかこう好評いただき、まあ、それもまあトモスがですね、まあ、一応映像制作の人間なもんで、いろいろこうカメラマンと照明さんとメイクと用意してくださってですね、割ときちんとしたプロモを作ることができましたので、それも好評を博しまして、おかげさまでお客さんがいらしてくださるようになって、でなんか出したら今度はこういうのも撮ってほしいとか、なんかこうなんかもうちょっと長いのがいいとか言われて、また撮ってるうちに YouTube が結構こう再生回数が増えてっていう感じで、今お客さんもたくさん来てくれるようになりました。そういう人間です。で、まあ、その動画を見て、で、シアセルマの方もですね、今日なんかうちでちょっとやるのを手伝ってほしいっていうようなお話をいただきまして、インストラクターの育成に関わるという形で入っております。今日はよろしくお願いいたします。はい、で、お手伝いで、お手伝いで坂森さん、この方が、シアセルマを作られた方です、開発の方です。それで、坂本さん、16今日のプレゼントね、作られてすごい手先が器用なセラピストさんです。はい、よろしくお願いします。で、小沢さん、すごいなんかいろいろ乗り越えてきた方ですすごくなんかちょっとシンパシーがある結構やっちゃう人なんですよねとても素敵な方です。香川さん、そこで加わって一緒にこれやりますので、皆さんどんどん受けてください。始めます。はい、皆さん説明もしながら、こちら側をマッサージしてみます。皆さん聞いてないですね。
自分の体温を乱さないように、ラップをします。両手やる形ですね。自分の体温と水分で自分を治療します。という方法でラップを巻きます。じゃこれでラップしますね。ちょっと自分を直すんで、アトピーとかクリームでも塗れるようなクリームになってます。力が入れないのでリンパを流してるだけですから、自分だったら全部上にやっていただければ大丈夫だよ。鼻を噛んでいただいて、鼻の中に蒸し当てるそうです。今しかもちょっとなんか緊張して手冷たくなってて、すいません。あ、こうなるの。そうですね、そう、あの溶けるんです。ちょっと時間が経つと、人にやってもらうのって意外とないんですよね。って言って、うん、足とかお腹とかはありますけど、体温で、そうですね。そちらの手を綺麗な手だから手が出やすいかもしれない。あ、もう軽めで普段合わないクリームとかオイルとか大丈夫ですか。ないですか。どうやって出すんですか。あ、アロマをこうやると溶けやすくなります。香りしない。あとはちょっと容器に匂いが好きな方はこれを湯煎で溶かしてもらって、そこにアロマを入れて、はい、はい、また固める、はい、あ、固めるというかそのまま塗布していただく。また冷えるとちょっと気持ちいいですよね。アロマの成分が入ると多分そんなには固まらないんですかね。もっと柔らかくなるね。本当に一滴で大丈夫です。足が足首にやって、アロマだと15ミリで一滴分だと。グッテンってとか言われてる。もちろん左足だけやると、うん、この樽のお毒、昔の肩たたきってありますよね、家族でやる肩たたきとか撫でるとかっていうものの現代バージョンだと思っていただけます。普段はあったかい手ですか、うん、ね、独立過ごし劇こういう、まあ、ゆつめもみしたりとか、やっぱりあまりにもスルスルって言っちゃうとキュッて入れちゃう感じになるので、うがっと下に押せるのが僕のクリームの強みなんですね。腱鞘炎とか なりやすいとかなったことがあるとかなっているとか、うちの息子は3ヶ月使ってアトピーの綺麗になるものすよ。毎日あのお風呂上がりにそれこそこの回ってきましたよね。こういうところを匂い大丈夫と、クリームの始まりがありますので、毎日塗ってあげてる。これがスムーズに動くようになって、あの腱鞘炎の予防改善になります。やっぱ変われる方ってアトピーの腱鞘炎もこの指の爪の周りのところにこう最初の毛の始まりがあるので指の100年の先端っていうところで、そうですね、塗ってたらもう今はもう全然熱いお湯とか入ってないですよ。痛いとか痒いとか一切言わなくなって、それぞれの関節の隙間を切ってあげるような感じで引っ張ったりとか、横の動きっていうのをやってあげると、あとで右手を右手で左手をなでていただきたいので、右手を温めます。で左手も、すごい座りづらなんかこう最初痛くても、痛かったって聞いたことありますか。どうですか。でもさっきより痛くないですよね。それが、材料になるとメインの材料になるので、マッサージさんが余計にいいんですけど、やっぱり人間の肌にね、手のひらの方が柔らかさ出てきましたよね。さっきすごい本番なカチカチな感じだったんですけど、すごい今なんかちょっと柔らかさ出てきて痛くないですね。こういうふうになっていると結構手の軽さとかあったかさ、今手もあったかいですよね。手もあったかくなって、結構手とか腕の疲れっていうのがあるんですけど、あんまりこういうとこ撫でることないですよ。ないよね。大腸柔らかくな心臓とか脳系の筋肉があるので、この辺が良くないと詰まってるとなんか息苦しいなとか、循環が悪いなとか消化悪いなってことにもつながる。逆にそれをやってあげると、あら、なんか肩も
も軽いし、そうです。で腕の重みが肩甲骨引っ張って肩こりになるっていうのもあるので、ラップするだけでも筋肉柔らかくなってきますので、ポカポカ感もかなり感じられると思います。そうですね。ではあの。この感じで、そうですね、あのこれ巻いといていただいてた方がしっとり感が続くので、ちょっと置いていただいて、もしやってもら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 ってこれ2個持つよ。いるなら1個ありますよ。でも椅子なかったらなかったで、またちょっと股関節がきついですもんね。難しいとこですよね。そうですね。こっちだとちょっと高いんですよ。あれ画面通り。テレビこっちでは出てないんですけど、ダイエットしたいとか、大きなのあるとか、焼き肉のようにしたいとか、そういうのですね。股関節系の刺激になるので、寝る直前とかじゃなければ、やっていただいていいところですね。朝までしっとりですね。骨リスとか、そうですね。アトピーの方にすごい。うつ状態とかにも小指ってなってますね。こっちとこういう爪もみとかって多少諸説あったりするんですけど、はい、こういう形でかなりジューッとしたけど、はい、で、はい、こう回したりとか、指って結構こういう曲げる動きばっかり多くて、反らすとかあんまりないですよね。だからこうたまにこう B に対してはしっかりこう動かしてあげたり、ね、伸ばしてあげるっていう、やっておくと、すごい手首とかまで楽になることがあります。この最初のところっていうのは、腱の始まりがあるので、やっぱり腰すぎる腱鞘炎とかあるので、こういうところをちょっと横にも動かす、回す。やっておくと、今後20年も経つ。指の動きが滑らかになります。氷が出てくる、ありがとうございました。こんな感じで、あ、本当だ。これは保湿力があるのですごく楽だと思います。今は、抗炎症作用もありますからね、かゆみとか落ち着きます。そうですね、オイルは合わないからですね。もめになってればいいんですけど、やっぱ 2,3 時間すると乾いてきちゃうので、そうなんですか。じゃあ今出先にも持ち歩いてみるようになっちゃうから、これもない。浸透力があるので、カサカサの、そうですよね、辛いですよね。そうなんです。痒くなっちゃってね。うん。難しくないです。こっちちょっと塗って、ね、何日もやっておきますね。定期的にやってます。はい。これ塗った状態で。だから静脈瘤なんかもこれで消せます。筋肉がほぐれるんじゃない。それに目線を置いて巻いておくと、なんかひさくれとかできちゃった時とかも痛みがなくなるので、塗っておくと。よろしくお願いします。はい、こっち塗りますね。すごい面でできてますね。はい、どうぞ。それがいいですよね。この人は特に足が冷えちゃってるので、入院中の方も足だけ塗ってラップしてあげたりとか、こちらが1個塗ってラップをかけるんですけど、マッサージしてほしい。通販はまだまだですね。こっちでマッサージします。まだ。こちらにラップを塗り巻きますね。現金でも。そうですね。現金とか。はい。これ全身に使えるので、本当に足でも手でも顔でも中でも中でもいろいろ。そうですか。じゃあ覚えて。はい、ありがとうございます。いかがですか、私の手。面白いですか。どうやったらいいかなと。あ、飲みたいです。こちらこちら始まりなの。すでに食べちゃうんですね。はい、ああ、もう一人の奥に出してって言って試してる。結構手を使って、血とか、はい、
あ、肘とか、はい、入れるじゃないですか。はい、やりますね。今も結構、はい、ポリポリする方じゃないですか。はい、はい、あ、こういうのとか、はい、こういう私今手すごいよ、どこを押すのかな、どこを持っていくのかなっていうのが興味があります。あ、骨際とかを、うん、やっぱここの今このぐらいゴツ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 ってしますよね。そういうところがやっぱり皆さん飼ってるので、うん、ここをしっかり指輪を入れて流してあげる、押し上げてあげるっていうこととか、でこの手のひらのこの母子球、小子球のところがすごく皆さん硬いんで、で立った状態よりもちょっと混ぜてあげた方が緩んだ状態で入るので、ちょっとこれから少しこう縮めた状態にして深く入りますよね。グッグッと入れたりとか大丈夫ですか。油で普段やりますか。この足は持っていくよ、滑らせる感とか、ね、それよく動画で見る。あ、はい、もったいないじゃないですか。やっぱとにかく体ごとって感じですね。手でやると大変なんで、手はあんまり動いてなくて体が動いてるんですね。やっぱし手の動きより体の連動とかもう体温すごい高くなってます。やってる時は体ごと持ってきますね。全身運動で大丈夫ですよ。働き者の手ですね。ここ押さえて、あの第一関節のところを動かしてあげるんです。そうするとつまんだりするはする、つまんだりもいいんですけど、この横の動きとか普段ないですよね。縦はあるんですけど、横ってこう自分で補助してあげないとできないので、これやることでここに腱の始まりがあるので、腱鞘炎って、まあこっちの左右のところで起こってるんですけど、腱自体の動きもやっぱり滑らかになってれば楽なんですね。予防改善にこの腱を意識して、まあ、爪もみにもなりますし、これパキッて言いましたよね。そこを押さえてね、はい、押さえとく、あの他の第二関節とかを押さえておいて、で第一関節だけを回すんです。はい、指なの、はいはい、あ、痛いですか。大丈夫ですか。そう、押さえやっといてあげると、あのこれがスムーズに動くようになるのでやりますね。はい、ちょっとピシュピシュとしますよね。はい、やってあげると潤滑油が出るんですよ。やっぱこう動かないと隙間どんどん詰まってきますし、乾いてきちゃうので、そこにちょっとこう潤い出してあげるのと、あの遊びというか動くだけの位置が正しくなってきたりとか、血行も良くなったりするので、痛みにくかったりとか動きやすかったりとかしますね。こんな感じでね、こう時間ですかね。はい、そうですね。タイマーが溜まってくれないと大丈夫かと思ったりとか、痛いですかね。だいぶちょっと響く感じがありますよね。途中で一回塗らないとか、そう痛いだろうなと思って、ここのちょっとする時もちょっとずつで、じゃあ帰るかしっかりね、効かしたいなっていうところで止まって効かせられるので便利です。はい、自分の手がするためのだけ。あ、ありがとうございます。お願いします。こちらがちょっと塗らせて、ちょっとサンプしかない。すいません、疲れてる。パワフルだなと思って、はい、疲れてる方をマッサージして、はい、疲れてない方を温めてラップします。結構むくんでますね。そうなんですよ、うん、結構むくみたいし、で、うん、辛いですね。辛いですね、うん、ちょっと痛いですよね。むくんじゃってるから。とかないです。すごい気持ちいいです。はい。むくみも取れますからね。欲しいなってちょっと思ったんですけど。ああ、ぜひぜひ、はいはい。ちょっと柔道で。柔道で。今日販売してますから買ってってください。ね、みたいなもの。でもとヒントになることもあるかも。どうですか、仕上がりは。はい。可
乾燥してますか。してますね。ネギワのところがね。あとここもね、本当はここあのやっとこういうこんなパンパンにならないんですけど、やっぱちょっと水分溜まっちゃってパンパンですね。固まるね。割れたりします。広い目当てたりとかこういう時ですね。肘関節の上まで持っていってあげると流れがスムーズになるので、端から端までこういうふうにやってあげて、で特にこの辺が関節のところ詰まりやすいんで、ちょっとここら辺シャカ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 ってやっといてあげて、ちょっとだけ足の方に流すだけ。肩骨にしてグッと、そうですね、なんかハマりのいい感じ。私はこういうなんか猫の山ちゃんもしますけど、特にこういう指とかでやってもいいですし、はい、それをその辺はちょっと首元にはめ込んで軽くこう詰まってるところをパサパサパサって散らしてあげる感じですね。さっきよりここがもう通りやすくなってますよね。赤くなってますね。赤くなってますね。やっぱりこうやってむくみ体質の人は滞っちゃってるので、血管もこそ多くなってるんですね。ちょっと今バーッと赤くなってますけど、心配はないですね。温度によってこれが固まったり溶けたり、その温度のそういう方が溶けないですね。溶けないっていうか、あ、まあこれでは溶けます。あ、この温度つけてもつけてもいいと。手のひらはね、結構適当にやっちゃってもすごい気持ちがいいので。あまり難しく考えず、でもあとこの真ん中のところ、ここにね、老朽ってツボがあるんですね。疲れに効くツボなので、ここを覚えておいてあげるとすごい万能ツボなので、いいですね。ギューってここから体乗っける感じで押してあげる。もしあれだったら今あれですけど、こう膝でギューって踏むとか、そういうのでもいいんですよ。自分がやりやすいように、はい、やっていただいて、もう手でやんなきゃいけないってことないから。されてただけだったと思います。はい、ちょっとね、お作業だけだと足りないんですよ。やっぱこうしっかり体乗せてあげて、体圧やってあげた方が深く入って気持ちがいいので、はい、だから。挟み込むのをギューって乗せるんですね。手の力でやってたら、手の握力だとすごい手が疲れちゃうので、まあ、何人もできないってことになっちゃいますから、疲れるなっていうことは極力避けて、自分の体をうまく使って肘でやろうかなとか、拳握ろうかなとか、膝で踏もうかなとか、どんどんそこは臨機応変にやってください。分かりました。ね、今スムーズですよね。スーッと来る。さっきまではここが丸くなってる感じで入らなかったんですけど、今はちょっと溝ができてきたなっていう感じですよね。この辺が通り道なんだよっていうのを体にイメージさせてあげるといいですね。特に関節部分、ここは間なので関節部分なんですね。この手首のところとか、この肘のところとか、指の一本一本の関節のところとか、こういうところがしっかりできてると、お掃除の隅っこをきれいにするみたいな意識、はい、真ん中やってても隅が汚いと綺麗になった印象ないんですよね。端っこ丁寧にやってあげましょうっていうことですね。隅のとこ要所要所がここが通ってるようになると動きが軽くなりますし、すごくスムーズな感じで仕上がるので、ぜひラップもね巻いとくと、より保湿効果とか保温が感じられるので、汗出てきてしっとり、そうなんですよ。自分の汗でクリームの保護膜と一緒になって、すごい肌の炎症とかかゆみとかがなくなりますので、そうなんですけど、マッサージするにいますので改善されますかね。します。これはもうやっぱり続けてやってあげて汚れが取れていくっていうことと、保護してあげるっていうこの2つがあれば確実にします。シアバターすごい効果高いものなので、すごく分かっていただけると思います。ありがとうございました。そろそろな感じですかね。そうですね、はい。
私はではこれで以上です。はいお疲れ様です。ありがとうございます。